久保さんハンモック YouTuber 懐かしいですね。あれ、5、6億売ったんですよ。8億だったかな。めちゃめちゃ売りましたよね。あれ。<laughs> 白石さん何やってんのかなちょっと白石さん、白石さん何やってんのかな <laughs> 白石さん <laughs>。白石さん,何や,ったんだ何やってんだろうな。白石さんだったよな、ね。ハンモック YouTube。ハンモック、ハンモック YouTube。そう。 これ、ハンモック YouTube7 年前か。7年前ですね。うん。うん。懐かしい。はい。まあ、ハンモックじゃなくても稼げるんじゃないですか <laughs>。まあでもこれ、生、ネーミングがまあ、なんか良かったですよね。ハンモックっていう <laughs>。 ハンモックに揺らられなながら稼ぐみたいな結局なんですかねやっぱあのなんかダイエット商品とかも入れ替わり立ち替わりなんですけどもやっぱりそのなんですかね売れるコンセプトっていうかそのなんか乗るだけなの乗るだけでもなんかそのコンセプトによっては売れるか売れないか変わるだろうし 前なんかそのジョーバーみたいなね。ジョーバーみたいなのあったななんか乗るだけでその、こうやって、ね、馬ですみたいな <laughs>、ね。ジョーバーってありましたね。そう。あ、ジョーバーも売れたんじゃないかな。うん、なんかほんとね、あのー、なんだ、再生される、再生されるようなコンセプトというかね。 うん、だから見,見たくなるようなね、YouTube だったら見たくなるようななんか動画だらいいんじゃないですかね。うん、だ昨日ね、やっぱ、あの塾生さんと対談して、昨日塾生さんと対談したんですけども、あのやっぱ売れるコンセプト、売れる商品っていうのは大事だよねみたいな話をしていて、そっから速化塾っていうのも、僕、すごくあのコンセプトがねあ、ネーミングセンスが僕はあるなっていう、久保さんがね、即稼ぐ。 塾よしじゃない,いいでしょうと。速下塾みたいなね <laughs>。いやあれはね、すごくね、僕はセンスあるなと思いましたね <laughs>。即稼ぐ塾っていう。わかりやすいじゃないですか。速下塾っていう。なんかイメ,イメージできるし。ハンモック YouTube も、なんかその、ハンモック、なんかイメージしやすいじゃないですか。ハンモックっていうので、なんかその、なんか簡単にっていう連想ができるっていうね。速下塾だったら早く稼ぐっていうのが連想できるだろうし。すごく、 ネーミングっていうのは結構大事ですよね、商品のネーミングっていうのは。うーんそうだビジネスをやっていく、売り上げを作っていくんだったら、そういうのを、うん、まあ、なんだ、すごくうーん、なんだ、意識してやっていかないとだめなんじゃないかなと思いますね。はい行ってらっしゃい。